今日どんな感じにします？金髪サラサラで。金髪サラサラ。なんか具体的に誰とかイメージあります？あ、クラピカ。ハンターハンターの。わかります？あ、クラピカ。クラピカか。君の髪の毛強化系でしょ。え、なんでわかるんですか？ダメだよ、そんな簡単にバラしたら。あ、強化系の髪の毛は単純一途。毛量多くて髪質固め。当たってる。で、俺の担当美容師、ヒソか？君の範囲はシャンプーの無駄遣い。いや、もういいって。君の髪の毛強化系だからクラピカは難しいかもね。いや、そうなのか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、ちょっとこっちお願い。ん？じゃあまず流しますね。お、はい。え、なんでシャンプー二人がかり？初期の頃の螺旋岩みたいになってる。影分身出して作ってる時の。あ、ナルトの髪型がいいですか？あ、言ってないです。ゴンですか？あ、言ってないです。レオリオですか？あ、言ってないです。ゲンスルーですか？いや、こぞってツンツンヘア。強化系の髪型それしかないんすか？やだな、レオリオは保湿系。ゲンスルーは具現化系ですよ。いや、知らないよ。髪質は全員強化系だろ。お疲れ様です。じゃあ戻ります。ドッジボールの時のゴンくらい話聞かないじゃん。うん。シャンプー終わりですか？うん。1たす1は？うん。再現度高えな。じゃあ、今日どんな感じにします？サスケで、ナルトに出てくる。サスケ？あ、オレンジ髪でツンツンの？それナルトの方っすね。逆だったかもしれねえ。あ、それ髪型のことじゃないっすよ。あ、違うの？違うでしょ。あ、でもちょっと今回、髪型冒険したいなとかも思ってて。あ、じゃあもう一緒麦わら帽子かぶって海に出るとか。冒険して海賊王になりたいわけじゃないんですよ。髪型だけちょっと冒険したいんですよ。それだったら、いきなり派手な髪型とかちょっと抵抗あると思うんで、何回か切っていくうちに、だんだんちょっと奇抜な冒険した髪型にしていくっていうのはどうですか？徐々に奇妙な冒険？あ、でもやっぱ髪型普通がいいかな。バクマに出てくる真っ白森高みたいな。決めた。お前と組む。俺と組んで美容師になってくれ。俺が髪型を考えて、お前が髪を切る。美容師版バクマンやりたいって言ってないです。あと俺が切る方なの絶対おかしいでしょ。キャップイズって俺が考える方でしょ。僕ただの客。あなた美容師。逆だったかもしれねえ。じゃあ今日どんな感じにします？長さ前切ってもらった時から伸びた分ぐらい切ってもらって、全体的にちょっと軽くしてもらって。いや逆逆、俺が客であなた美容師でしょ。何やってんすか。お客さんノリノリだったじゃないですか。ちょっと顔前に出して、今日どんな感じにしますって。ちょっとやってみたかったんですよ。今日どんな感じにします？イメージガラッと変えて冒険したいんですよね。なるほど。じゃあ、あえてカットはしないで、一旦流して分け目の位置を変えてみようか。それ全然冒険できてないんですけど。実家から一歩も出れてないんですけど。ベッドから起き上がるくらいできたんじゃない？いや、それのどこが冒険してるんですか？大学生にとっては大冒険。そんなレベルの低い冒険いらないんです。具体的にどのくらい冒険したい？イメージはしっかり変えたいんですけど、奇抜すぎるまでは行きたくないんですよね。なるほど。じゃあ、ドラゴンボールで言うと、悟空よりは奇抜で、5点までは行かない感じ。あ、違いがわかんないです。それ全く一緒じゃないですか。あ、じゃあ、カカシ先生より奇抜で、五条先生までは行かない感じだ。あ、だからそれも違いがわかんないです。あ、わかった。天津飯より奇抜で、クリリンまでは行かない感じでしょ。さっきから全部同じでしょ。最後の二人に至っては紛れもないスキンヘッドでしょ。やだな。クリリンは M 字おかっぱみたいな髪型もあるよ。あ、それはすいません。まあ、とりあえず今日は毛先整えるくらいにして、次から何回かに分けて切っていって、だんだん髪型を冒険させていこうか。徐々に奇妙な冒険いらないんで。ガラッと髪型変えたいんですよ。ガーラの髪型にしたい？あ、言ってないです。私の名前はまさき、ただの YouTuber じゃございません。あなたの心の隙間を埋めいたします。いえ、お金は全然持っていません。私が欲しいのはあなたの笑顔、あなたのチャンネル登録です。ドーン！